入することができないという中継ぎ陣の踏ん張りところの展開になっています。でこの島田とリレーしています。パウエルにライト前ヒット、ゴメスはサードゴロに打ち取りましたが、オトにレフト前ヒット、対抗にボール2つ先行。1のダブルプレイ。この部分だけではね、言えないのが野球ですから、始まって間もなく3時間。時刻は5時を回りました。ワインの敷地何が来るのが一番嫌ですか。やっぱりアウトサイドにスライダー、カーブ、あの辺じゃないですかね。ミット、インコースファール。今ローズがボールの交換を要求しました。からヤクルト戦で川崎からツーランホームランを放っています。中井選手いますからね。佐伯もいますしね。佐伯もいます、はい、井上とかね、昨日犠牲ぐらいで来ましたしね。ある種大谷監督は我慢というものに入ってるかもしれませんからね、見てるのか、手がバットが触れないのか、はい、テレビの場合はアウトサイドが、まあ、苦手なバッターですから、そういう攻めになってきますね。それをどう読むかでしょう、テレビは。5回までです。6回からリリーフ陣が共に頑張っています。スイングはしています。ゲートは必要な気配がないですね、はい、2-3。ああ、中村の要求はセルビーの狙いは変化球合わせて前に、増田の前に、これは3塁アウト。これは待ってる、待ってる、
ワンアウトランナー一塁三塁。そうにないとはいえ、あそこまで余っていればさすがにサードまで走りました駒田に代わりまして、昨日の犠牲フライを放った、主君の一人の井上が三塁ランナーに起用されました。そしてバッターボックスは先制のホームランを放ちました進藤というケースになります。ワンアウトでランナー一塁三塁。この後谷繁、ピッチャーの島田という打順です。もうこれはもうピッチャーはね、全力投球ですよ。もうこれは一三塁のままの守りにしておきますか。しておくようですね、はい、はね。8回の裏、横浜の攻撃というところで、ここは一三塁のまま勝負。特に校庭の部分でね、膝の部分で、はい、なんか僕らから見てると広いなっていう感じしますね。広い。あ、バッターサイドっていうところでね、はい、前進守備のドラゴンズありますか、はい、ありますが、スクイズという、まあ、私監督やったことないからね、ありませんけど、勇気がいるサインだと思いますね。原さんはきっと先生活の中でスピードサインを出されたことないでしょ。いや、ランナーであります。ランナーで、三塁ランナーは駒田を変えて代走の井上がいます。っていうのは結構あるんですよね、野村ヤクルトがスクイズをしたのはこの横浜相手でした。横浜スタジアム、また松田三振、ツーアウト。ツーアウトながらランナーは三塁と一塁。ですけど、三塁ランナーがいるというのもあるんでしょうね、はい、外に構えて打った、さあ行く、